彦根市本町の商業観光施設四番町スクエアのキャラクターで、今日はですねイオンモール大垣に遊びに来てくれましたよ。好きなものはいちご大福、大好きなんですよね。さすが女の子、かわいいかわいいいちご大福が大好き。そして性格はおてんばんです。柳田にね、そうだよね。そうなんです。3月31日に引退式を迎える柳田に、なんと今日はやちにゃんから素敵なプレゼントがあるそうなんです。それではですね、やちにゃんと、そして柳田、ステージの上にお願いします。それじゃあやちにゃんからに来てください。さあ柳田はですね、3月31日に引退式を迎えるんですよね。でもですね、昨日16日に重大発表されたばかりで、映画もね公開されるとのことなのです。そんな柳田にいつも楽しくお世話になっているやちにゃんからのお花のプレゼントです。これをプレゼントをあげるってことですね。はい、じゃあ袋はお姉さんもらいましょうか。この中に入れればいいですか。紐ですね。あ、そうなんですね。なんとやちにょん、やだなにね、お手紙を書いてきてくれたんだって。それではですね、ここで私読み上げたいと思います。今までいっぱい遊んでくれてどうもありがとう。いつも優しくしてくれてありがとう。ずっとずっとやななちゃんが大好きなやちにゃんのり。さあ、とってもかわいいやちにゃんのね、お顔の用紙にしたためられたお手紙でした。それではやちにゃん、これもやななちゃんに渡すのかな。はい、それじゃあね、プレゼントお願いしますね。やなな、お疲れ様でした。いつも二人はいろんなところで一緒に遊んだり、ファンの皆様を楽しませたりしてくれてるんですよね。そのやちにゃんからやななへのプレゼントでした。皆様、大きな拍手をお送りください。さあ、やちにゃんね、目元を潤ませて涙を拭いております。とてもね、やななの引退が寂しいですよね。一緒に遊んでくれてどうもありがとうございます。これからもね、やちにゃんのこと、そしてやななのこと、短い間ではございますが応援よろしくお願いします。さあ、それではやなな、ありがとうございます。皆様、やななに大きな拍手をお送りください。やなな、どうもありがとうございます。なになに、やちにゃん、どうしたの。やななと離れたくないんだ。そうなんだ、かわいいお顔が台無しですよ。二人は何やら仲良しそうに最後の言葉を交わしているのでしょうか。やななも少し涙を拭いているようですね。そっか、あ、最後には二人ともニコレ笑顔じゃないですかって、悲しいかもしれないけど、でもね、ありがとうの気持ち、そして嬉しい気持ちは変わらないですもんね。にっこり笑顔で、やななとね、お別れしましょうね。バイバーイ。はい、どうもありがとうございます。バイバーイ。やちにゃん、やなな、喜んでくれてたね。よかったですね。